1963年7月4日、モンタナの偉大なスタントマンであるクラッチ・ニクソンは誰も想像できないような方法でアメリカを叩いた。
危ない、ギリギリのところを通過した。なぜなら彼女が私をここに、ファーザーのもとに。
導いてくれたから。